ドラーケンブルクは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク州のニーンブルク、ベーザー軍に属すフレッケンである。ドラーケンブルクは、ニーンブルク、ベーザー軍にあり、ザムトゲマインでヘイムゼンに属す。この町は、ベーザー側に面している。集落の名前にもなっている、中世のドラーケンブルクは、ベーザー川下半に築かれた城塞であった。その構造についてはほとんどわかっていない。 城はおそらく12世紀にはすでに建てられていた。この城はベルペ博の所有で13世紀に博家がノイシュタットアム・リューベンベルゲに移るまで一時期は博の館として用いられていた。ベルペ家が博意を創出した後1302年にドラーケンブルクは荒野博の所領となった。城は14世紀おそらくは1390年のマンデルスローの ペーデによって破壊された。その後どの程度の規模でこの城が再建されたのかは、定かではない。1450年頃の資料にこの城について言及されている。ただ1450年以後、城が存続していたことを示す、確かな証拠はない。城が1547年のドラー・ケンブルクの戦いまで存在していたとは考えられない。 1390年から1450年までの資料に城に関する記述が見られず、その後もひっそりと消滅していることは、マンデルスローの戦いで破棄されて以降、その重要性は失われていたことを示している。少なくとも30年戦争の時代にはすでに城が存在していなかったことは明らかである。上司はいつの間にか、おそらくは17世紀のベーザー側の反乱の際に、 呂意ごと破壊された。現在ではその場所すら明確に特定できておらず、推定されている地点はベーザー側の川底にあたる。ドラーケンブルクの戦いシュマルカルデン戦争の際、1547年に皇帝軍がブレーメン包囲を解いた後、ドラーケンブルクの戦いが起きた。この戦いでは、ブラウンシュバイクリューネーブルク公営に非二世と、 マンスフェルト博アルブレヒト7世が率いるシュマルカルデン、同盟軍とがドラーケンブルク近郊のベーザー下半で野戦を展開した。その後、中世のドラーケンブルクとは別にハインリヒホンランツァウによって産翼式の上官が建設された。彼はクリスティー・ネフォン・ハレとの結婚によりドラーケンブルクの広大な騎士領の領主となった人物であった。三十年戦争では、 ティリーハクによる第二次ニーンブルク包囲戦の際、1627年にニーンブルクの守備についていたデンマーク軍によって焼き払われた。これによって第一次包囲戦の時に宿泳したドラーケンブルクにティリーハクは宿泳することができなくなったのである。しかし、この作戦では皇帝軍によるニーンブルク占領まで阻むことはできなかった。 ドラーケンブルクの上官は1790年に火災に遭い、現在はルネサンス様式の門と本館のうちの一棟が残っている。この町の議会は11議席からなる。クラウスティー向け。ドラーケンブルクの装飾門これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。